かぐや先生、少し、いや、かなりミス・アリスとの距離が近くはありませんか。教師ならば、そこはきちんとわきまえてください。そうですか。僕はいつもと変わらん距離やと思うんですけど。いつもこんなに近づいているんですか。いけません、離れてください。へえ、赤ずきん先生、そんなに厳しくせんでもええんとちゃいます。赤ずきん先生ももっと生徒との距離を近づけた方がいろいろと接しやすくなると思うんですけど。そんなことはいけません。それよりもミス・アリスは図書室に行く予定なんですよね。テスト勉強ですか。それは良い心がけですね。では勉強しようとするミス・アリスの邪魔をするわけにはいきませんね、かぐや先生。別に勉強の邪魔をしてるわけちゃいますけど。そんなにくっついていたら図書室に向かえないじゃないですか。離れてください。それもそうやな。ごめんな、ヒーさん。でもな、図書室に行くのはちっとばかし遅かったで。今さっき図書室を覗いてきたんやけど、席全部埋まっとったで。かぐや先生、どうしてそのことを早く言ってあげなかったんですか。せっかくひいさんと会えたもんやから、つい話がしたくなってな。なんたって僕はひいさんの虜やからな。赤ずきん先生、自分に素直になることは生きていく上で大切なことなんですよ。何に素直になれと言うんですか。私もミス・アリスの頭を撫でてみたいなと。ということは特に思っていません。いません、いませんからね。それよりもテスト勉強です。テスト勉強はどうするんですか。せやな、図書室が空いてないとなると、どこかええとこあったかな。その私に考えがあるのですが、聞いてくれますか。わからないところがあるのでしたら、私たちが相談に乗るのはどうでしょうか。私とかぐや先生で文系理系は揃いますし、担当教科でなくてもある程度なら教えることができると思います。なるほど、ええ考えやな、赤ずきん先生。どうでしょうか、ミス・アリ。珍しく即答ですね。おいしい。うん、了解。任せてください。じゃあ、何かわからない問題が出てきたら遠慮なく言ってね。はいはい、よしよし。これは確かに癖になるかもしれないね。邪魔をしてしまったかな。
じゃあもう少し静かにこの子と遊ぶとするよ。なんだい？僕？そうだね。なんだか僕は自分が思っているよりも頭がいいみたい。特に勉強しなくても大丈夫みたいなんだよ。僕にとっては普通のことだから、すごいだなんて考えたことはなかったけど、でもアリス嬢に褒められると悪い気はしないね。そう？それだけ？勉強でわからないところが出てきたわけじゃないの？さっきから特に質問がないんだけれど、実はアリス嬢も頭がいいんじゃないの？そう？じゃあ質問が来るまで僕はこの子とじゃれて待っているね。ほーら、ゴロゴロ。よくもまあ一人で恥ずかしげもなくそんな掛け声ができるな。周りの目というものを少しは気にすることを覚えた方がいいんじゃないか。うん、待っていたぞ。なんだ、ニヤニヤして気持ち悪い。朝一番で僕に会えた喜びをかみしめる気持ちもわかるが、ここまで緩みに緩んだ表情をされると少々狂気を感じるぞ。僕の一言一行に喜ぶ気持ちもわからなくはない。だが今その気持ちは抑えろ。そしてこれからする僕の問いに余計なことは言わず簡潔に答える。テスト前に覚えておくべき場所はどこだ？余計なことは言わずにと言っただろ。今は君の質問に答えている時間なんて1秒もない。テスト開始の時刻は刻一刻と迫ってきているんだ。無駄なことに時間を使っている暇はないんだよ。そこが重要だと考えたか。生物は大丈夫だ、完璧だからな。すごい。僕を誰だと思っているんだ。アリス様だぞ。大体人とて生物なんだから、同じこの地球に生きる生物としてできて当たり前だろ。国語？国語はダメだ。そもそも意味がわからん問題が多すぎる。この時主人公が抱いている気持ちで適切なのはどれかはまだしも、この時の作者の気持ちを答えよとか、そんなことわかるわけがないだろ。僕は作者じゃないんだからな。今日のテストで重要な点はこれくらいか。なんとかなるかもしれない。なんとか眠気に負けずに受けられるかもしれないと言ったのだ。僕の体はまったりマイペースだからな。それでは終了です。回答をやめてください。回答用紙を回収します。渡す際にきちんと自分の名前が書いてあるか
確認をしてくださいね。君は実に能天気そうでいいな。いつもの4倍ぬるい声をしているぞ。はいはい、そりゃ良かったですね。僕を誰だと思っているんだ。誰もが羨む才能を努力せずとも持ち合わせているアリス様だぞ。これくらいのテスト余裕だ。完璧な回答に仕上げたぞ。まあな。君は僕の顔を見ずとも僕の醸し出すオーラか何かで体調の悪さを感じ取れるとでも言うのか。確かに僕のオーラは一流の芸能人以上のきらめいたものかもしれないが、君はなんだ、エスパーですか？スピリチュアルな力を持っていると自称する変人ですか？それは随分と素晴らしい思い込みですね、いろんな意味で。とまあこんな感じでたまには褒めてやったわけだが、お腹が痛いなどというのは残念ながら間違いだ。多少君の見当違いな発言に腹渡が煮えくり返りそうになったが、僕はこの通り元気だからな。君はどれだけ見当違いな発言を続ければ気が済むのだ。確かに僕は天才美少年がゆえに、どこそのバカとは違ってよく風邪をひくが、そこまで病弱キャラでもない。だいたい見ればわかるだろう。もし風邪だというなら血色も悪く気だるげで、君とのバカなやり取りなどできる余裕もないわけだからな。それは君の勘違いではないのか。僕が震えているのではなく君が震えている。だから見るもの全てが震えて見える。こんなことには気づかないなんて君は愚かだな。ああもう震えてるとか震えてないとかそんなのはどうだっていいんだよ。君はおとなしく帰ってきたテストの見直しでもしていればいいんじゃないのか。自称優等生なんだろ。別に何でもない。テスト返却とはいえ、今授業中には変わりないのだから前を向いただけだ。学生の本分は勉強だからな。ほら君も勉強に集中しなさい。これはやばい。よし、じゃあ今日はこれで終わりだ。また明日な。おいおい、そこの君。いや、君だよ君。セリフも所作もわざとらしいんだよ。それにこの僕がわざわざ君と目を合わせてやってるだろ。そんな返答をするってことは十分分かっているんじゃないのか君。君と話していると時間がいくらあっても足りないな。仕方ない、ここはスマートで大人な僕が折れている。アリス、手のひらを返したように甘い声を出すのはやめろ。気持ち悪い。君は部活もアルバイトも委員会もやっていないだろう。
それはつまり暇だということだな。暇だということは時間を持て余してしまっているのにやることもないということだ。あいにくだが、常に多忙極まりない僕にとって時間を持て余すという行為は経験したことがない。しかしこれだけはわかる。君はひどい虚無感に襲われているのだろう。いや、無理をしなくてもいい。僕にはわかる。君の辛さが、寂しさが。ということで、そんな君に僕から掃除当番という役割を与えて進ぜよう。それ以上は言わなくて大丈夫だ。天然ふわふわ系な君が返す言葉なんて簡単に想像がつく。あっと、勘違いするなよ。これは僕が早く帰りたいとか、掃除をするのがめんどくさいなどといった一般的に見れば怠惰と思われるような気持ちから来ているんじゃない。なら何か。そう、これは君を気の毒だと思った同情心から来た僕からのプレゼントだ。泣きながら受け取るがいい。ということで僕は帰る。さらっ。ブッ。職員室での書類承認のお願いは終わったから、次はどこだっけ。ああ、そうそう、保健室だったね。はあ、この仕事昼休み中に終わるのかな。ああ、アリス嬢、びっくりした。あ、いや、こっちこそ必要以上にびっくりしてごめんね。保健室には生徒会の仕事で行くだけで、僕自身が保健室に用があるわけじゃないんだよ。もちろんこの子もね。いや、漁師先生とは別の人だよ。そうだけど、アリス嬢は白雪くんと知り合いなのかい。そうなんだ。彼の友達ね。アリス嬢も？別に構わないけど。魔法使い遅い。どうしてアリスも一緒にいるの？魔法使いについてくるとか、アリスは危機感をもう少し持った方がいいよ。白雪くん、僕のことを何だと思っているのかな。年齢を詐称して学園に入学してきた不審者。まあいいか、白雪くんの売りはその毒舌だもんね。何それ。まあまあ落ち着いて。それでこれが今回の約束の本だよ。そう、保健室で退屈にしている白雪くんに本を届けることも生徒会の仕事でね。選んだのは俺。ざっくりとしたジャンルだけね。実際に選んできているのは僕だよ。そうなんだ。
そうかもしれないね。アリス城は他に…グン！うん、慣れてるから大丈夫だよ。なんかムカついた。ムカついただけで本を投げないでほしいな。それより、魔法使いじゃなくて他の人が本を持ってくることはできないの？え？君みたいなうさんくさいやつに毎回会うのは嫌だ。あはは、僕、君のためにここに来てるのにな。そんなにはっきり言われると傷ついちゃうな。そんな風には見えないんだけど。いやいや、こんな見てくれでも人並みには傷つくんですよ。それに他の人って言われてもね。どうしてだか生徒会は僕と会長の二人しかいないから、僕以外となるとこの子になるわけだけど、さすがに物の持ち運びはできないからね。じゃあ会長が二足歩行で歩けたら？え？おいで。世の中には器用に後ろ足で立って歩く猫もいるらしいよ。ちょっと練習してみようか。と言いながら、僕の友達のほっぺたをモフモフして遊ばないでくれるかな。別にいいでしょ。ほら、ふにふに。アリスも、うんうん、かわいい。ちょっと、僕のこと忘れてない？って、いや、忘れててもいいんだけど。あ、そうだ。魔法使い、次もミステリー。今週。え、白雪くん、まだ読む気？今月でもう10冊目だよ。生徒の要望に応えるのが生徒会だろ。全校生徒の全ての要望に付き合っていたらキリがないから、今月はここまでにしてくれると嬉しいな。じゃあ母様に。ああ、わかった、わかりました。俺の母様はこの学園の理事長なんだ。本当？というわけで白雪様、制服の件はどうぞこのままに。魔法使いの制服の着方のことだよ。ほら、他の生徒とは違うだろ。魔法使いの風貌とこの制服は客観的に見ても似合わないを通り越して気持ち悪いから。だから俺が母様に魔法使いだけは制服をアレンジして着てもいいように頼んだんだ。あの制服を真面目に着るのだけは僕のプライドが許さなくて。できるよ。魔法使いが本を持ってこないと言うならば、二度と目にすることはないし、それなら魔法使いがどんな格好をしていようとどうでもいいからね。アリス嬢、冗談でもやめて。本当に気持ち悪いよ。ほら、アリスもこう言ってるし。だから魔法使い、
次もミステリー。わかった、わかりました、持ってきます、持ってこさせていただきます。最初からそう言えばいいのにね、君。で、もうこんな時間か。まだやることがあるから僕はこれで失礼するよ。いえいえ、話が盛り上がってつい生徒会のことを忘れてしまっただけだからね。アリスも行くの？そう。ほら、君も早くしないと置いていくよ。別にいつまでも白雪くんのところにいるというのなら、僕は一人で生徒会の仕事をしてくるけど。よしよし、お帰り。それじゃあ、アリス嬢、白雪くん、またいつか。私から皆さんに連絡があります。本日から1週間、文化祭へ向けての準備期間となります。文化祭でより良い出し物ができるよう、また悔いの残らないように、限りある時間をうまく使って準備を進めてください。さて、文化祭の準備期間は基本的に自由に行動していただいて構いません。特に禁止事項はありませんので、好きなように作業をしてください。ただ一つだけ守ってもらわなければならないことがあります。模擬店などでテーマに沿ったお洋服が必要になる場合は、必ず私に声をかけてください。必ずです、絶対です。これを守らなかった場合、厳しい罰則を科すことになります。なので、厳守するようにしてください。何か困ったことがあれば、校舎を見回っている生徒会副会長の魔法使い君に声をかけて聞いてください。それでは、以上で放送を終わります。可愛い衣装の相談、待っていますね。僕の時代が来た！君はさらっと遠回しに失礼なことを言うのが得意だな。社会に出てからその癖で苦労することもあるだろうから、早めに直しておくことをお勧めする。そして僕は断じて子供のくだらないごっこ遊びである文化祭なんてものは好きではない。僕が好きなのは文化祭の準備期間だ。この期間は自由だからな。自由なんて素晴らしい響きなんだ。本当に君とは話が通じないな。まあでもいいだろう。僕は文化祭の準備が好きだってことにしといてやる。わーい、文化祭準備楽しいな。本当かアリス。ぐっ、シンデレラ。どんなことにもやる気のないお前に一体どんな心境の変化があったんだよ。もしかして今学期アリスが転校してきたからやる気を出してるのか。かわいいとこあんじゃねえか。なぜこの絶妙な、いや最悪なタイミングで現れるんだ。そういや、文化祭のまとめ役を誰にするかまだ決めてなかったな。どうだアリス、お前やってみないか。いや待て待て待て、しっかり話を聞いていたならわかるはずだ。話の通じないこいつと違って意外と常識キャラのお前なら、僕が好きなのは文化祭でも文化祭の準備でもなく、この自由な期間だということに。ああ、
あーやっぱそんなことか。んじゃアリス。理解が早すぎるのそれはそれで悔しい。うちのクラスは喫茶店をやるってのは知ってるよな。そうだな、それでだ。悪いんだけどアリスにはみんなのまとめ役をやってほしいんだ。そうだな、普通はクラス委員とかがやるべきなんだろうけど部活が忙しいらしくてな。アリスは部活動もやってないしちょうどいいかと思って。お、いい返事だな。仕事は文字通りまとめ役というか管理かな。教室の装飾を作る装飾班、メニューの選定や味付けに関わる調理班、他には買い出し班とかあったか。とにかくまんべんなく見てほしいってことだな。ああ、実動はすでに割り当てられている班員に任せればいいから全部こなさなくてもいいぞ。全体を適当に見つつアリスの監視に重点を置くというのでも全然構わない。いや、むしろその方がいいな。は？それは最悪だ。アリスもそれなら嬉しいだろう。ちなみにアリスは装飾班だ。俺はサボり。はあ？堂々とサボり宣言をするとはどういうことだ。サボりは僕の先輩特許だろ。どうしてシンデレラには許されて僕には許されない。おかしいだろ。おかしくねえよ。大体文化祭の主役はお前ら生徒なんだから、お前らが働くのは当たり前だろ。教師が先導してどうすんだってんだ。ま、とは言っても申請とか金の問題とかいろいろめんどくさい仕事はあるんだよな。さすがに金回りは俺がやるとしてもそれ以外はアリスが手伝ってくれるとありがたかったりする。出し物が喫茶店なんだし、せっかくだから喫茶店っぽい衣装が欲しいだろう。だろう。そうなると理事長への申請が必須になるわけだ。そうだ、衣装を作るとなると予算とかいろいろ面倒なことも発生してくるしな。っておいアリス、どこ行くんだ。そんな勢いよく暴れる体力があるなら準備に精を出せ。なんて横暴な。いつか絶対教育委員会に付け口してやるからな。そうしたら俺はお前の憧れであるニートになれるな。失礼します。シンデレラ先生、買い出しに同行する教員が足りないと聞いて来たのですが。あ、サンキュー、助かるよ。いえ、私は特にクラスを受け持っていないので皆さんのお役に立てるなら何よりです。はい、あなた方をお守りします。ええ、任せてください。